解けたら1億2000万円の問題、どうも河野玄斗です。今回は一見簡単そうな未解決問題、コラッツ予想を紹介します。コラッツ予想とはズバリ、どんな正の整数に対しても偶数なら2で割れ、奇数なら2で割れない代わりに3倍して1足すっていう操作を繰り返したら必ず1になるっていう予想です。例えば3からスタートすると、3は奇数なので3倍して1足して10で、10は偶数だから2で割って、3倍して1足して2で割っ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 て1になりましたね。こんな感じで、どんな整数でスタートしても最終的に必ず1になりますよっていうのはコラッツ予想なんです。でこれを示したら1億2000万円。初期値によってはすごい数の操作が必要で、例えば27からスタートするとこんな感じで111回の操作が必要になります。今のところスーパーコンピュータの力で約3回までの初期値については正しいことが分かってます。証明できた方はぜひコメントで教えてください。それでは。